皆さんこんばんは。 HT ラジオのお時間です。 MC のシュウです。マサです。よろしくお願いします。今回はですね、はい、ルナシーのトゥルーブルーですね、はい、こちらの曲についてお話しさせていただきます。はい、作曲が J ということで、そうですね、まあ、これもね4枚目ですね、シングルね、4枚目ですね、はい、まあ代表曲だし、これノンタイアップ、タイアップなしで1位獲得したっていうね。そうですね、うん、素晴らしい。まあ本当にルナシーの人気をこれで一気に、まあ、また1段階ね、ロージアに続いて押し上げた。そうですね、もうこれでも、まあ、有名ですもんね、これは有名ですよ、これね、私初めて聞いた時、衝撃きましたよ本当に。はあ、まあイントロすごいですもんね。イントロすごくない、これすごいっすよ、これ斬新っすよ、まさにそこなんですよ。すげえ斬新だし、俺初めて聞いたわ、こういう、ああそうですね、こういうイントロで始まる曲、ブレイクでこうね、そうじゃ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 、クソかっけえなと思って、クソかっこいいってやつですね、本当にもう、いやこんだけなんか衝撃的なイントロはないっすね。いやないっすね、ないっすね、本当に、うん、もうかつてないぐらいのこのねインパクトの大きさというか、はい、もう本当インパクトがすごいです、うん、これはよく思いつくよなって思いますよね。そうだよね、すごい変な話すると思いつきそうじゃないですか、なんか思いつきそうだけど思いつかないんだよな、こういうのが思っちゃうような、そういやこれは本当、そのまさにイントロが、イントロですよね、イントロ一発ですよ、やばいっすね、うん、はい、イントロからえってなりますね、そうえって感じ、なんか続きは楽しみになるようなそう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 、うん、曲だなって思います。そう、うん、ロージアの次のシングルどんな曲なんだろう、うん、そうです、で初めて聞いた時に、そう、ね、このイントロですから、ロージアの次これだもんな、これだよ、まさに天井知らずだよな、はい、ここに、いや本当そうだね、うん、そう、サビから入るじゃないですか、まあ、そうですね、まあそうですね、これサビ2つあるんですよね、だからサビが2つ、そう、壊れそうな行動とか、うん、見つくとか、こう2つ2種類、はいはいはい、こうやっぱりどっちも、まあ、耳に残るキャッチーな、残りますね、メロディーだから、はい、ベースなんか特にすごいめちゃくちゃ簡単なんですよね、これね、だからベース始めたばっかの人はこれはめちゃくちゃおすすめです、はい、もうただひたすらルート音を弾いてるだけなんで、レンデ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 レン、そう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 、これね、うん、私練習したことあるんですけど、ああ素晴らしい、全部やらなかったですけどやれやってなってくじけんのかみたいな、はい、私はもうこれは全部やりましたよ、まあ、これもギターも簡単だし、はいはい、シンプルで、うん、やっぱこうね、ギターソロもめちゃくちゃ簡単だけど、はい、やっぱりこう杉蔵らしいというか、ね、そうですね、うん、杉蔵らしい音がこう ね、 がねもう入った、堪能できますよね、そうですね、これはもう味わえますよ、これ味わえますよ、だからA メロとかもやっぱりこう、うん、ロージアと一緒で、うん、ジャジャってイノランがもう表からジャジャって入ってるギターに、そうそうそう、こうやっぱりこう杉蔵が絡んでいくっていう、ね、そうそうそう、休符を生かして裏から入る、裏そう、うん、裏かっこいいですね、裏かっこいいっすよね、そう本当に、でもやっぱイヤホンで聞いてるとやっぱこう面白いっすね、面白いっすよ、本当にセンスあんなと思いますね、あーロージアとやってること逆になってるそう今度は裏から杉蔵が入ってくるって、そうそうそう、うん、いいっすね、やっぱいいっすよね、最大の武器なんじゃないかな、あ、うん、すいません、ちょっと鼻が、あ、やべ、から見つくでこう、はい、チューブルーって言うじゃないですか言いますねコーラスで、はいはい、コーラスで、はい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 、もうああいうのがやっぱね、いいっすね私正直なところ、トゥルーブルーで完全にルナシーにハマったんですよ、おお、ロージアもちろんいいんですけど、トゥルーブルー、トゥルーブルーで完全に、うん、まあ、ハマっちゃったんで、はいはいはい、そういうその、コーラスとかがやっぱ、はい、すごい印象深くて、印象深いですね、うん、それでやられましたね、いろんなやっぱアルペジオもね、こう、そうサビでこうやっぱいい、なんかね、いいっすね、あの、いい響きがいいっすね、響きがいいっすね、なんかもう熱狂できない人はあのアルペジオをなんかイノペジオっていうらしいですけどね、あ、らしいですね、らしいですけどねイノペジオ相当もうすげえな、初耳だわみたいな、本当初耳ですよ、初耳でしたね、まあ、勉強させていただきますって感じですけどね、そうですね、そうイノペジオが光って、はい、そうでこう深夜のドラムがね、そう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 ダン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 とかね、あ、もうかっこいいっすよね、終始リズムもやっぱこうコロコロ変わるから、タン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 、終わらないこの夜でで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 すね、イントロに戻るっていうのかっこいいっすよ、あれやべえっすわ、やっぱ無駄がないっすね、無駄がない、キュッとこうそうそうそ う, そ, うそのね、キレがキレがそう集まってるじゃないですか、あ、そうですね、それがすげえ聞き心地いいんですよ、聞き心地がいいっすね、そうそう、本当にね、もう一部の狂いもない、この無駄のないね、楽曲構成がね、
今日切れてますね、うん、マジっすか、切れてんすかね、言うことが切れてますね、わかりやすくていいですよ、わかりやすくていいっすか、それはもう光栄でございます、非常にわかりやすい。あとはそうですね、離れないこと、はいはいはい、のとこ、あそこジャン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 って言ってたんですか、ギターだけ、ギターだけですね、あそこも好きですね、うんうん、あのちょっとつかの間のちょっと静けさみたいな、あそうですね、感じになるギターが、うん、あそこでちょっと一回静寂入れといて、そうあれがいいんですよ、でまたもでその後もでって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 ああ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 の後に、うん、あのそうでってっていうか2回目ですよね、そう2回、そうそれがいいっすよ、あかっこいいっすよね、あそこもいい、あそこもねやっぱね綺麗か、逆か間違えた、ごめん間違えた、ドゥ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 ですよ、そう色さん、そこで演出もやっぱりね、そう、うん、いいエッセンスですね、もうハマるハマる要素、ハマる要素です。確かにね、そうですね、あではほらあのシューさん好きなそのアウトロですか、まあそうですね、最後ノイズでこう歯医者のドリルみたいな音で終わるじゃないですか。また分かりやすいな。歯医者のドリルですよ。それは浮かばなかったわ。もう歯医者のドリル音がもうね終わるって。ああ、もうノイズ。キュインキュン言ってましたよね。キュインキュン言ってね、そうノイズで終わるっていうのも。ノイズで終わらすっていうその発想もなんかやっぱそうなんだ。すげえなって。シンプルにすげえなと思いましたね。なんかスギゾっぽいんだよなこういうアイディア。なんかスギゾ。アイディアがね。スギゾこういうの好きそうだなって思いましたね。ペン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 とか入ってますよね。そうそうそう、ペン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 みたいな。で、歯医者の。歯医者の後ね。そうそうそう。で終わるっていうね。なんかもう、奥歯痛くないそうな感じですよね。で、ほら、はい、このアルバムね、はい、マザーだと、はい、このトゥルーブルーが終わった後に、はいはいはい、あのマザーが始まるんですよ。はい、ドーンっつってね。はいはいはい。その流れがどうしても、ね、耳に染みついちゃってますよね。もうこびりついてる。こびりついちゃってます。あはい、ということで今回はルナシーのトゥルーブルーですね、はい、続いてお話しさせていただきました、はい、まあ、これでね、まあ、ルナシーはさらに爆発的な人気を、そうですね、ここからどんどんメイクもなんか薄くなっていくイメージかな、そうだね、もう、うん、リュウイチもね、うん、結構薄くなってるからね、そうですね、もう、うん、だん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 もうほぼほぼ化粧しなくなるような、ね、そうね、うん、一番早かったかな、まあ、とりあえずもうこれはねやっぱり、まあ、ロージアと一緒でね、いやもう定番というかね、うん、超有名だし、超有名ですからね、うん、もうルナシー聞かない人でもロージア、うん、トゥルーブルーは、うん、もう知ってますから、ね、知ってますからね、まさに代表曲って感じですね、はい、はい、HC ラジオでは皆様からのご意見ご感想をどしどしお待ちしております、気軽にコメントいただけると嬉しいです、またツイッターもやっておりますのでよろしければフォローよろしくお願いいたします、では今回はこの辺りで失礼いたします、はい、また次回の動画でお会いいたしましょう、はい、ご視聴ありがとうございました。